石川康次郎石川康次郎から1925年11月12日は明治大正期の日本のジャーナリスト大義士。号は半山で通称石川半山。王冠賞をベルギー皇帝から受賞している。岡山藩士石川彦江の次男。岡山市一番町生まれ、慶応義塾を卒業後、直ちに公院紳士の記者となる。ついで、 シナノ日報主筆、中央新聞経済部長、東京毎日新聞主筆、ついで、放置新聞に引き抜かれて、北京に泊まること5年、記者として北進事変に従軍し、中シナの外交機密を紙面で暴露して、世間を驚かせた。ついで特派員として、ポーツマス会議を取材。放置新聞主筆を経て一時、東京朝日新聞に在籍したが、最終的に、 一万長法の主筆として、論人を張り、正解ゴシップの天才と言われるようになる。1924年5月に、衆議院議員に選出される。社会活動では、高徳周水らと、普通選挙規制同盟会に参加。足尾銅山高徳事件における、田中昭蔵の直訴にも参画するなどし、た品事情に通じて、祝神能を推奨して、祝神能伝を刊行した。 第一次五県運動においては、中村田八郎らと共に普通選挙同盟会を組織している。その他、沼森和をはじめとする幕末明治期の人物の評伝もかなり多い。ありがとうございます。